シェーンブルンイエローはバロック末期のオーストリアで公共建築物の塗装カラーとして流行した色。ドイツ語の別名にハプスブルクイエロー、皇帝イエローがある。赤みがかったオード色でゴールド系オーカーの石灰岩料から作られる。19世紀後半に時代思考が変化するとこれよりも明るく、 パステル画に適した在天して点イエローが時代に合うものとして好まれた。シェーンブルンイエローはバロックイエローとも呼ばれ、バイエルン、ボヘミア、ハンガリー、スロベニアを包含する広範囲のエリアに広められた。オーストリアで宮殿などの豪華建築にフランスやイタリア産のゴールド系オーカーの顔料で彩色塗装する観光はバロック時代に遡るが、 1780年代に皇帝ヨーゼフ2世の規定により、オーストリア・ハンガリー領内のすべての国家建造物と、ハプスブルク家の建築物をこのオーカーで塗ることが定められた。フランス産の輸入品はかなり高価だったが、領内のボヘミアにもオーカーの産地があり、これで需要を満たすことができた。この規定は、ヨーゼフ2世特有の重商主義的。 重能主義的な政策の模範的な事例とされている。色の名称は、ウィーンのシェーンブルン宮殿の色調に由来している。1817年から1819年、ヨハン・アマンにより、当時の古典主義的な時代思考に合わせる形で、建物正面の色が一つの色調に統一された。この時に採用されたイエローが20世紀に至るまで、 オーストリア・ハンガリー二重帝国を象徴するカラーとなり、鉄道駅と政府庁舎はすべてこの色を用い、宮殿、修道院、教会の多くで採用され、富裕市民や農民にも需要されてその邸宅や農家建築にまで好んで使われた。製造方法は、まず石灰を緑の硫酸鉄で色付けする。続いて、沈殿と酸化反応により、 黄色の酸化水酸化鉄を生成し、これを色の基調として利用する。火災などで加熱されると、この酸化水酸化鉄が酸化の化学反応を起こして、赤茶色の酸化鉄に化学変化する。在天指鉄点イエローの名称は、ニーダーエーステラヒ州南西部のモスト地方にある在天指鉄点修道院に由来する。シェーンブルーンイエローが薄く色あせたような色合いとなっており、 19世紀後半に流行したシンバロック様式の時代思考にはシェーンブルーンイエローよりも適しており好んで用いられた。この色はモスト地方で伝統的に教会建築や世俗建築に使われている色である。モスト地方の建築物では雨どいのモルタル、窓、コーニス、建物の角に白の飾り枠をつけ壁面のイエローを格子状に区切る模様となっている。 ありがとうございます。